インタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前を教えてください。はい、松岡美奈子です。今日は2回目ということで、ご感想の方よろしくお願いします。はい、今日はモーツァルトばかり演奏したんですけれども、オーボエとピアノという、この間はギターと、バイオリンだったんですけれども、改めて聞いてみると、なんかこうオーボエってすごくチャペルに合うなと思いました。で、声とピアノとオーボエっていうのが意外に合ってるなと思って、またやりたいな本当に思いました。この宇治田のワンコインライブの取り組みについてちょっとご感想を教えていただけますか。はい、大変ありがたいことに私が前もってオファーするんですけれども、皆さん広島で第一線で活躍され、いや広島だけじゃないですね、結構世界的な方もオファーしたりする、ちょっとお聞きしたりしても、ああやってみたいって言ってくださるので、取り組み的には今後もずっと続けられていけるんじゃないのかなという手応えをちょっと感じました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。